一つのカードを使います。どれでも1枚のカードを引き抜いてください。ここに黒のアプリのケースがあるんですけども、今選んでもらったカードがこのアクリルケースの中に付箋されます。ちょっと見てみます。このカードです。で、付箋の方を見てみます。このカードですね。いや違います、はい、このカードスペードの8の形にくり抜いているんですけども、分かりますか？はい、分かりました。このカードを見せてください。繰り返すとカードを変えます。今選んでもらったのはハートの3ですね。